join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. はい、今日はどんなお話でしょうか。ですね、僕ら世代、はい、まあ、僕今年で46のなる年なんですけど、はい、まあ、まだ45歳なんですけど、うん、46になる年で、まあ、中学校校則厳しかったです、うん、全員髪の毛坊主、はい、もう 首元のホックは絶対に止めてこないといけない、うん、学生服のね、うん、すごい厳しい時代でした、で高校に行ってからもものすごく校則が厳しい、はあ、もう本当に厳しく育った、はい、それこそ愛の無知なんて言ってね、あ、今では大問題になるようなことなんてざらにあった時代の、青春時代を過ごしてるんですよ、今風に言うと青春をね、うん、はんはんはん経験してるわけです、うん、その反動があったのかどうなのかわからないんだけど、まあ、反動だと思うんだけど、うん、高校卒業して僕は大学に行かなかったんですよ、専門学校に行ったんですけど、うん、専門学校に行くとやっぱそれまでの校則もちょっと緩くなってる、私服で行けたりとかするし、まあ、ちょっと緩く自分の判断っていうか、もう言うたら大人のね入り口にいるわけですから、はい、こう判断がこう自分っていうものになっていく時じゃないですか、その時にねものすごく僕自由に行きたかったんですよ、はい、校則からいいもん何かからもとにかく自由に、でブラジルで自由なね、はい、生活をこうなんて体感したし、うん、俺はこれから先自由に何にも縛られずに生きていきたい、うんうん、っていう風に思ったの、はい、それがちょうど19歳ぐらいの時かな、うんうん、ずっと思ってて、うん、でも自由に生きるためにはやっぱり責任も伴うし、その今はもう分かるんだよ、それに対して自由に生きるためにはお金もかかってくるし、うんうん、いろんな、なんて言うんだろう、ことを経験を得て感じることってまだあるんだけど、はい、でも当時19歳の俺はやっぱりもういろんな、とにかく縛られることが嫌だ、うん、すごく、で路上っていう、路上ミュージシャンっていうのをね、自由を求めて歌い出したのに、やっぱり、はい、一人でこう歌いカバーをし始めたりとか、うんうん、路上ミュージシャン、俺は路上で歌を歌ってる時、俺は誰にも何も縛られずに自由にここで音楽をやってるっていう、うん、いうそのなんて言うんだろう、感覚がその安岡慎一をこうなんていうの、土台にあるっていうか、うん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 、あって、はい、もちろんそのためにやっぱ自分はバイト、いろんなバイトもしたし、うん、やってきてたんですけど、はい、その時にね出会った曲があって、うん、王道坊主さんの野良犬って曲、これ実は僕この楽曲を聴いて歌い人野良って、野良っていうグループでやろうかな、あ、最初違う名前だったっておっしゃってましたね、キッズとか色々あったんですけど、うん、で野良っていう名前にしようと思ってて、うん、まあ、それぐらい自分がそのなんて言うんだろう、野良犬のようにね生きてるなって、うん、一回ねそれ19歳ぐらいの時、20歳の時ぐらいに言われたのは親から、うん、野良犬みたいな、もう汚い格好してみたいな、うんうん、言われたの、うん、その時にあれって野良犬なのか俺はと、うん、うろちょろうろちょろして、うん、で王道坊主さんのその野良犬を聞くきっかけになったのが、うん、ちょうどそのなんだろう、その時僕が愛読してた、はい、クローズっていう漫画があって、うんうんうん、でクローズっていう漫画は本当その映画にもなってるけど、街で有名な不良のが集まる高校があって、うん、そこでその主人公の坊や春道がいろんなね、うん、喧嘩をしてこう強くなっていくっていろんなキャラが出てきてっていう、うん、そのクローズって漫画があって、はい、でそれをすごく僕はリスペクトしてるんだけど、そこのその春道とかがもう作者が高橋博士先生っていうんだけど、高橋博士さんが春道がちょっと途中道草歩いてるところで鼻歌で歌ったりするのが王道坊主さんの曲だったりとか、うんうん、単行本買うと冊子のところに王道坊主さんのことが書いてあったりとかするんですよ、うん、その作者が書いて、うんうん、それで王道坊主さんっていうアーティストを知って、
うん、で僕初めてその、母親からそうやって野良犬のように生きてみたいな感じでこう大人の入り口の時にそういう風にさ、うん、感じてた時にその曲に出会ったのよ、はいはい、その野良犬って曲、でこれを毎日アルバイト先のカラオケで有線でね、うん、もう19時から俺ずっとバイトしてたんだけど、うんうん、毎日19時に行ったら有線に電話してリクエストすんなよ、野良犬かけてくださいっつって、うんうん、でその曲をその有線で聞いてずっとバイトしながら聞いて、うん、この曲を聴いて俺は もちろん歌い人羽っていうのをノラにしようと思ってたんだけど、初めてオリジナル曲を書こうと思った。あ、それがきっかけ。そう、へー、自分で自分のその心にあるうちの、うん、これがなんか心言葉にして曲にした時に、うんうん、ものすごく自由を感じたのよ。あ、今まで何、自分が例えば もちろんサッカーってチームプレーだし、うん、自分が主張したいことっていうのはチームの中ではダメだったりするし、なんて言うんだろう、高校でもそうだし、まあね、うん、日本のなんていうの、空気っていうのかな、空気読まないといけない時に、なんて言うんだろう、自分のこう心の中にある本当の言葉っていうものを口に出しちゃいけないんだなっていう感覚がちょっとこう根付いてって、うんうん、で自分がその心にある言葉を野良犬っていう曲を聴いて、俺もオリジナルこんな風に書いてみたいと思って、はあ、うん、で書いたの、はあ、初めてその曲を聴いて、うん、で書いてそのすっごいダサい曲なんだけど、うんうん、でもさ、なんかその時に俺はその自分の心の内をずっとその曲にかこう書いたことによってものすごく自由に生き、あ、俺自由に生きていけるなってって感じたのよ。それがミューシャのスタートだったの。初めて書いたその歌詞というか曲、うん、は実際に形になったんですか。いや、してないと、できない、してないんだ。それもしてないんだけど、その若かりし自分のことを綴った曲だったんですか。うん、そうそう、でもそれがあのなんていうの、最初の本当の最初の自分でオリジナルを書いた。それ撮ってないんですか今。いや、撮ってないというか、あ、覚えてるからね。覚えてるんだ。さ、覚えてるし、もうそれはもうじゃ歌えないよ、恥ずかしくて。へもうそんな。でもそのやっぱり当時のしんちゃんを描いたというか、うん、歌詞にしたものだったんですか。バッドライフっていう曲だったんだけど。バッドライフ。もうタイトルも言いたくないぐらいの感じなんだけどさ。でもなんだかそのバッドライフでちょっと伝わってくるものがありますね。うん、なんかその大人たちが分かってくれないみたいな、うん、いうような言葉よね。やっぱりそういう言葉をなんかこう、うん、自分なりにこう自由に生きていくみたいな、うんうん、でのそのオドボーさんの楽曲を聞いて、あの野良犬は負け犬じゃないってっていう言葉があって、うん、俺もそれがその突き刺さってさ、そうなんだよって、野良犬だけど負け犬ではねえんだよって、うんうんうん、もうなんかさ、今笑っとけよみたいな、うんうん、見とけよみたいな、はい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 、バンクシーの絵でもあるじゃない、なんかああいうのってやっぱりその19歳20歳の頃僕らの時代ってやっぱりものすごく突き刺さったというか、うんうん、なんか野良犬は負け犬じゃないって僕の歌詞もそのね、あのデビューしてから使ったりとかしてるんですけど、やっぱりその言葉っていうのは僕の中でずっとなんかこう野良犬だけどなんかそれはそれでいいじゃねえかみたいな見える景色があるぜっていう、うんうん、そういうのを僕は今もう今も46歳になりますけど、この王道坊主さんとは交流はあったんですか。一度僕がラジオのレギュラーをやって出せた時に、一度お会いさせてもらいました。緊張しましたけどね。で高橋さんともあの対談させてもらって、へで高橋宏先生のワーストっていう漫画、クローズからの続編の漫画なんですけども、うん、第7巻のところの主人公が花って言うんですけど、うん、花がこうタイトルのところの花がこうスズラン高校のね、うん、壁にね、壁から穴が開いてるところから花が覗いてる冊子のタイトル画面があるんですけど、うんうん、第7巻に載ってます。7巻のところに歌い人羽って壁の落書きにバッて書いてくれて、新一の行くぞっつってもう書いてくれてるんですよ、ヒロ先生が。すごいですよね。いや、それ見た時俺震えたっす。おお、自分がリスペクトした。もちろんね、それって先に知らされてたんですか。うん、いやいや、も知らされてなくてパッと出て、
で映画のあの映画なんだあのハイアンドローの映画のエンディングロールの壁のところに歌いびたねってこう感じで書いてあるんですよ。ご存知でした、アリさん。これもね、本当さ、やっぱさ、本当クローズのような、うん、なんていうの、ちょっとそのやんちゃな、うん、その世界に憧れてた、やっぱりその高校生時代だったし、それはそのなんていうんだろう、その可愛らしい喧嘩もしたし。うん、あのそうやってなんかその僕らがこうリスペクトしてたその漫画の主人公が鼻歌で歌ってる歌を本当に聞いてバイト先の有線で流しながらその曲を聞いてよし自分でオリジナルを書こうなんて思っちゃって、ね、つながってますよね。そこで自由を感じてるんだもんね、うんうんうん、あ俺本当にそれで俺は自分の心の中の言葉をあ曲にしていこうと思って、うん、ミュージシャン生活がこう始まっていったんだけど、どうなんだろう今もう20今年再来年でも25年なんか四半世紀ぐらい音楽やってるんだけど、いまだにこのなんだろうな縛られることが嫌だし、うん、自由に行きたいっていう気持ちがあるんだけどね。あでもじゃあ原点なんですね、そこがね。そこが原点です、僕の本当のそのうん、だから特別何かその自分が音楽に選ばれた人間ではないと思ってるのよ、うん、特にこうなんていうのあのなんか音楽をとこう生まれた時から音楽ができてとか、うんね、小さい頃から音楽をこう学んで、うん、ピアノを弾いたりとかいろんなことを勉強してきた人たちとは僕は全く違うので、だから音楽に選ばれてない人間だし音楽を選んできた人間だと思ってるんですよ、その都度その都度、うん、でもそこにはやっぱり自分が自由でありたいっていう、うん、そのなんていうんだろう常に自由でありたい、うん、だからメジャーレーベルに行った時もやっぱり何か縛られちゃうんだよね。あはははは僕と思ってることが違うとなると今度このメジャーレーベルに対して今度僕は攻撃をし始めちゃったりとかするし、だ結局何かにこう属するっていうことができないんだろうなって思っちゃったんだけど、うんうん、まあでも今40何年それが生きてきてそれが正しかったらどうかなんかわからないが、でもこの先も多分選択肢で何か迷った時は自由であることっていうことがあの僕の中での多分基準点になるんじゃないかな。振り返った時に初めて自分が書いた曲、うん、いや恥ずかしくて言えないとは言われましたけれども、うん、ただそのこうキラキラした感じというか、うん、荒い感じ、うん、っていうのは今の自分からしたらまた眩しかったりするんじゃないですか。いやそうだね、うん、どのもう時代が違うし、うん、今の子たちにじゃあその歌詞が響くのかというとまた全然違うんだろうし、うん、今の子たちの方がもうあれなんだろうけど、うん、俺らの時はねもう本当何、うん、当時は花道のその格好をね真似して裸にスカジャン着てねそれかっこよかったのよそうなんだ来たりそう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 かそうかそうそうダボパン履いてね、うんうん、でも自由になりたいっていうその気持ちを歌詞にする歌にするっていうことで叶えていくっていうのはなんかこう、うん、うん私からしたらやっぱり導かれたような気もするな。そうだ、もっとねロックなものになっていくのかなと思ったんだけど、うん、反骨精神を丸出すのロックなものになっていくのかなと思ったけど、うん、そこに本田哲郎っていうことがいてくれたので、うん、ここ柔らかくなったんだろう ね柔らかくしてくれたんだろうね。なるほどね、うん、混ざり合ってね本当に、うん、ねはなんかこうね、うん、あのデビューの時はダッフルコートとか着てたけど、うん、そんなコート着てなかったからねそうか、うん、いや原点をじゃあ今日はそうですね、でまあ、高橋ひろし先生に出会えて、うん、そしてまたクローズっていうね、うん、漫画に出会えて、うん、そしてそこから王道坊主さんに出会えて、うん、ね、野良犬っていう曲を聞いて、うん、僕の音楽人生っていうのが始まったっていう、ちょっとなんか全然あの本当に人とは違う、うん、音楽人生を歩んでるんですけど、まあこれから音楽を目指す人も、うん、まあ、こういうおっちゃんがいるよみたいな、うんうん、そうやって音楽を選んだおっちゃんがいるよのなんかねちょっとその一つで感じ取ってもらえればなと、うん、思いまして今日は、はい、安岡慎一のトークイタでしたが、
最後に、その王道坊主さんの野良犬月の酔う夜、これ聞いてもらいたいなと思います。落語家の立川昭司です。1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組、立川昭司のニュース落語、もう聞いていただけましたか？政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど、落語の世界でお楽しみください。アップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで立川昭司で検索してフォローお願いします。また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川昭司金サイトを聞いてください。毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中です。さらにこの立川昭司のニュース落語は本で読むこともできます。お近くの書店、ネット通販でお買い求めください。本と音声両方で立川昭司のニュース落語、どうぞごひいきに。めちゃくちゃお得ですからね、これね。毎週考えてんだよ。